安養寺ラーメン。安養寺ラーメンとは、長野県佐久市にある臨済州安養寺で作られていた安養寺味噌を使って新たな町おこしの一環として安養寺ラーメン開発メンバーが2008年に作り上げた佐久市のご当地ラーメンである。佐久市は新州味噌発祥の地とされている。佐久市内の加盟店で提供される。安養寺ラーメンを名乗るには地元産の味噌。 暗陽寺味噌を80%用いることが条件となっているほか、店主が暗陽寺味噌について客に説明ができることが求められているが、スープ、麺、具などは各店の裁量に任されており、同一店でも季節ごとにメニューが変わることもある。このほか、暗陽寺味噌100%を用いた全店版画もあり、イベントなどで提供されている。2007年、 久市内のラーメン店6店の店主が地域活性化を目的として久へしゃげ面会を結成2008年2月にはスタンプラリーを実施して一定の成果を上げたこの活動に久商工会議所が注目ラーメンを北方ラーメンのような名物に育てて観光の目玉とすることを狙いへしゃげ面会と連携してご当地ラーメンの開発に 取り組むことになった。地元を感じさせる具材としては、佐久市岩村田の味噌像、泉谷商店が、新州味噌発祥の地ともされる、安養寺で作られた大豆を原料として5年ほど、前から醸造を始めていた、安養寺味噌を用いることになり、2008年3月から、へしゃげ面会と、商工会議所、泉屋商店、安養寺、自治体などが連携して、新名物、 安陽寺ラーメンの開発が進められた。開発メンバーは、安陽寺の住職より、安陽寺の歴史についての講義を受けたほか、2008年5月には、安陽寺で大豆の種まきにも参加し、具材である安陽寺味噌に関する理解を深めた。7月の試食会を経て、8月には安陽寺ラーメンが完成。 10月の作商工会議所主催のイベント、イカザヤラ座作市で一般向けの提供が行われた。イベントでは1時間半待ちの行列ができ、2日間で1800杯が完売した。2008年11月からはへしゃげ面会6店で提供が開始され、6店をめぐるスタンプラリーを実施し、広報を行った結果、市外からの客が増加、売上が、 対前年比200%増となった店が出るなど、商工会議所の推算で5000万円以上にもなる、経済効果を上げた。2009年には加盟店が10店増えて16店となり、ラーメン店以外でもメニューに置く店が出るなど取り組みが拡大。2010年までの2年間で全店合わせた、販売数が約20万杯に達した。2009年にはローソンが、 ご当地グルメシリーズの第2弾として、安陽寺ラーメンを取り上げ、関東甲信越地域の2500店で、レンジ調理型製品が販売された。翌2010年夏にはさらに冷やしバージョンも発売された。また2012年にはことほがきや食品により、カップラーメンも発売された。ありがとうございます。